今回は非人類学園のソヨシリーズですね。前シーズン中国孫騎の1桁の方ですねをご紹介していこうかと思います。まあ、銀閣アクセラレーターが出たタイミングで一時期大発生してましたが、最近はまあちらほらですかね、出てくる程度ですが、うまい方が使うとやはり依然として強いですね。まあ、そういったところも含めてのご紹介です。最近個人的に思うのは、開幕は青トレードがやっぱりなんだかんだ安定なのかなという気もします。そもそも赤トレードをする意味っていうのがぶっちゃけまあ ないというか、まあ自分からするとやっぱり MM 側の方が刺されちゃうので、そういうところからだと、まあそこで1回転げた MM が延々的に転げ続けられるのはきついものがありますので、そういった点からおそらくまあ青トレードが無難なのかなっていう気がしますね。今一度スキルについて簡単に説明しておくと、パッシブが通常攻撃の強化という形で一定、ゲージがマックス溜まると、次の攻撃が飛びつきですね。アクセラレーターの2スキ1スキ強化後みたいな感じの飛びつきになりますね。鉄線の、1スキノックバック後の1スキノックバック後の飛びつきみたいな感じと同じような形ですかね。なんでかなり強いスキルで、これも修正されてだいぶ使いやすくなってますね。溜まりやすくなってると思います。ここもね、パッシブ、2スキパッシブ通常強化ウルトで、2スキのクールが上がるので、もう一回打てるようになるんですが、この方は、敵のフラッシュ打つまで待ってからしっかりと打ってましたね。なんで2スキもね、ガチャガチャ回すだけじゃなくて、ちゃんと、タイミングを測ってエイミングするというのが、特にクールダウンが短い序盤は大切になってきますので、注意してください。続けてスキル1ですね。これも修正で、昔は発動した瞬間のとこに一瞬硬直があったんですが、今はどっちと同じような感じで発動中の硬直なくキュインって歩きながら打つことができるようになっているので使いやすくなりますね。まあ、太白の2スキと同じような形ですが、太白の2スキの方が銀閣の1スキよりかは多分解除できるものが多いと思いますね。浄化剤最強、次続いて太白、最後に銀閣みたいな位置づけになっていると思います。銀閣のメインウェポンになるスキル2ですね。これは必ず当てないといけないスキルになるんですが、敵に当てるとクールダウンが 1.5 秒返ってくるっていうのがまずスキル2の特性ですね。で、このスキル2のクールダウンは 0.5 秒以下にならないというところがまずありますので、ここは覚えておいてください。なので必ず集団戦の時に、ウルト最中はさらにクールダウンが下がりますので、敵に2スキをしっかりと当てて戦うと、外してしまったら終わりですというところのキャラクターです。そして最後にウルトですね。スキル3は使用した瞬間、まずはスキル2のクールダウンがリセットされる、クールが戻ってきて使えるようになるっていうのと、スキル2のクールダウンが4秒に短縮されるというところ、さらにスキル2をしている最中は指定不可なので、要するに無敵になれるといったような、まあ、めちゃくちゃ強い効果を持ってます。で、覚えておかないといけないのが、スキル2自体のクールダウンは 0.5 秒以下になりませんので、クールダウンが4秒になって敵に当てると 1.5 秒返ってくるということは、0.5 秒以下にならない 1.5 秒返ってくるというところで2秒、ということは残り2秒分を4秒クールダウンになっているので回収してこれば、クールダウンが 0.5 秒で打つことができるっていうことになりますが、そもそもクールダウンは 40% までになりますので、4秒に対して 40% のクールダウンってことは 1.6 秒ですね。ということは最終的に、集団戦の最中ウルトを展開して敵に当てまくって戦ったとしても 0.9 秒間は敵にたげられることがあるということだけ覚えておくのが大切です。まあ、ただしかし、まあ、1秒未満の話ですので、結構やっぱりずっと無敵で2スキ張り続けることができるっていうようなところも含めて、序盤から銀閣はクールダウンビルドを買うのがまあ安定的なプレイになるということで、今回みたいなスケートグッズだったりとか、100、390のベストですかねというところと、青バフで 35% ですね。で、緑キャップ使ってはいというところで完成ですという感じになるのが銀閣です。まあ、この後装備の買い方はルリトを買う人もいれば、はたまたハリセンの人もいますし、なんだったら国標だったりとか、鉄拳制裁、というようないろんな買い方がありますので、自分に合ったような形でいいのかなと思いますが、どうですかね。いや、まあ正直何とも言えないですね。で、先に言っとくと、まあ、今回敵に2点いますが、2点のウルト最中に銀閣の2スキを打っても無敵時間は多分伸びないという話がありますので、伸びないんじゃないかなというふうに思います。痛点に当ててるかどうかは何とも言えないとこですけどね。ただしっかりとやっぱりガチャガチャしてないですね。まあ私これガチャガチャしちゃうんで良くない、あさっての方向に飛んでいってしまうんですけど、しっかりとエイミングしてニスキはスワイプしてやるのがやっぱりまあちゃんと使う方、当たり前というか、まあ、そういう使い方をする方がいいキャラクターですが、ついつい集団戦の最中ガチャガチャする。ただこれ集団戦だったらまだ許されるんですけど、レーンの戦の時に、ジャングルの中じゃなくてこの近くにミニオンがいるような状況でニスキをポンすると結構な確率でミニオン方向にニスキが飛んでいってしまって、何もなかったことに、要するにあさっての方向でニスキが敵に当たらずクールダウンが返ってこないみたいなことになっちゃいますから、そうするときついですね。さすがに4秒のクールに短縮されるとは言うても、それが当たらなかった場合、まあ、クール 40% 持っててもやっぱ2秒以上はスキル再使用できない時間が出ますので、集団戦の中それは結構致命的に痛いですね。まあ、4秒なので、まあ、40% 仮に積んだとして、4秒で 1.6 だから 2.4 秒かが使えない、これ結構痛いですねっていうところもあるので注意した方がいいですね。で今回この方はまあ面白いというか、まあ、ちょっとたまにあるアタックスピードの中級ですね。ハリセン中級だけ買った後ルリトを買うというビルドをしてますが、まあ、正直どっちがいいかなんとも言い難いですね。ただ、まあ、銀閣の場合だと FF を積むパターンとハリセン積むパターン、FF を積むパターンとベテランを積むパターンとさらにはキーボードを積むパターンというのが結構あるんですけど、最近は流行りのベテラン積んでる方が多いので、ベテランだからこその手数ですねを含めた上で通常攻撃パコルっていうところも含めてのハリセンの中級だと思います。これがまあ例えばキーボードだったりとか FF だったら、まあ無難にルリ島からでもいいのかなという気もしますね。まあ結構本当にお好みです。ただやはり強いですね。何が強いかっていうとタゲフカなので、タワー攻撃をリセットこけるんですね。なので4レベルから MM に対してタワーダイブぶっこいて、まあアクセラレーターみたいな感じですね。低レベル帯から無理なタワーダイブをしつつタワー攻撃をニスキでリセットしながら戦っていくことができますので、アクセラの悪い点は、ダメージもらったけれどもダメージ判定自体を無敵で無効化してるって形になるので、2発3発とダメ無効化して、なんだったら4発目タワー攻撃食らうと、要するに1発目2発目3発目ダメージ判定ないけど当たってるっていう解釈になりますので、タワーダメージをヒットすればヒットするほど痛くなるということは、無敵が切れた4発目のタワーダメージだけ食らうと HP が半分とか6割ぐらい飛んでっちゃうってことになるのがアクセラレーターの無敵の挙動。ただ輪郭の場合は選択不可なので、そもそもタゲられてない扱いになりますから、タワータゲをどんだけ無効化した後最後の最後に食らったとしても全部1発目の判定になりますので、輪郭はタワーダイブした時のダメージは比較的、まあ、かなり軽傷で済みますねというところが大きな違いですし、銀閣とアクセラ戦った場合はおそらく銀閣の方がやりよいんじゃないかなっていうところと、まあ、最近バン漏れしてくるラストオーダー、銀閣かなり辛いですから、ラストオーダー見たら銀閣でジャングル当てていくっていうのも悪くはない選択肢だと思いますね。ただ注意しないといけないのが、アクセラレーターじゃなくてラストオーダーにウルトぶっ放された時のマーク、これはニスキで解除できないので、近くにシスターがいる場合は、ウルトの打ち上げは大丈夫だけれどもマークがついてますので、めちゃくちゃシスタにボコボコにされますから注意してください。でごめんなさい、触れなかったですが、今牛魔王、猫するタイミングでしっかりとナイフだけ買いましたので、ああいう感じでナイフだけ買っておくと MM 単体で普通に猫を問題なくやることができる。装備に関しては赤靴、ハリセン、ベルかなというような、別にそんな金持ってるような装備ではない状況で、やることができますので、かなりあのテクニックは覚えておいた方がいい MM の話になりますから、まあ、今みたいな湧いてすぐやろうとする時であれば必ずナイフですね。なんだったら靴ってナイフ買っていいまであるぐらいありますから、それぐらいアドが取れますね。このタイミングでの猫はレーンのミニオンも強化されますし、タワー3本目手かけることができますので、かなり強い動きだと思います。で一応触れてなかったですが、ミッドレーンのノエル君、私が牛馬で MM、 ヘイ君が鹿でサンパをやってた時のやつですね。おそらく YouTube ライブしてたと思いますね、この試合は。なんで、まあ、銀閣時代もやっぱ使い手ですね。早いですよね。今のも妖霊の1スキに入ったけれども、まあ、即、1スキで解除してますね。めちゃくちゃ早い。で、ウルトもやっぱりね、ついつい私ガルダガチャガチャするの好きなんですけど、同じ感覚で銀閣の2スキガチャガチャするとね、あさっての方向でビエーってなっちゃいますから、まあ、地獄点もね、ウルト最中石突きしっかりとスワイプしないといけないっていうのと同じルールで、使う際は必ずスワイプを徹底してやっていけば、今の環境であれば割とね悪くはない感じになりますし、育った銀閣は止まらんですね。で狙うターゲットさえしっかりしとけば MM キラーですから、すげえ強いと思いますね。敵もしっかり銀閣に対して妖霊当てて通天妖霊でシナジー作ろうとしてましたけど、銀閣が頑張りましたね。で、まあ、やっぱりスキルの2スキあたりのクールが上がってくるまで、様子見してるっていうところがしっかりしてますね。あとはまあロー君がやっぱり強いですよね。なんだかんだ言ってロー君は本当に強い。明日のメンテナンスかな、今日かな、今日のメンテナンスで一応修正入るみたいですが、まだまだ強いですね。やっぱ黒が強い。まあ、しっかりアタックして通常アタックで通常アタックでウルトで、ニスキかな、ウルト最中のニスキでタワータゲが切れるのでしっかり戦ってますね。でここも1回茂みで待ってからクールダウン回収して反転してゴーですね。でまたウルトしてグリグリといく感じですね。ただ、まあ、バレーがあってもいいのかなっていう気もしなくもないので、副段のバレーはお好みですねという形で、このヘルスで全部抜いていったという感じ。危ない、うまいですよね。ソヨシリーズさすがソンキっていう感じでしたので、まあ、うまく使えばこんな感じにやれるっていうのが分かった試合、まあ、ベテランの、ね、良さも出てたかなと思いますが、なかなかああもいかないですからね。ミニオンが近くにいる状況で戦っててもしっかりと敵に当ててましたので、そこは非常に良かった点ですね。でちなみにさっき言ったバレーの代わりにイバラを積んでる、ここは結構お好みですが、イバラ積んでおくと序盤のところからのクールダウンだったりとかマナっていうところを補填してくれるためのイバラですね。これは結構諸説あるので何とも言えないですが、まあやっぱりさっきみたいなガリガリに行くんであれば、やはりバレーがあっただけでさっきのところがだいぶ変わってきますので、あれバレーあれば余裕でしたが、なかったからああいう結構ギリギリファイトですねというところになります。まあ、見ていただくとキャラパ高いのは分かると思いますが、毛量なしでこれですのでロマンあるキャラクターだと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いします。